い、どうも、ハルキです。今回はこちら、ベイブレードバースト B89 ブースターブラストジニウス 5GGR を紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、8月11日発売の新ベイでございまして、ゴッドレイヤーシリーズのディフェンスタイプのブースターでございます。まずはね、開けていこうと思います。久しぶりに新規のベイのブースターを開ける気がしますね。やっぱキラーデスサイザーとかありましたけど、あれはもともとあったベイなんで、レイヤーが新規っていうのはやっぱり新鮮味があっていいと思います。はい、こちら中身はレイヤーディスクフレームドライバーと説明書とステッカーです。何回開けてもやっぱブースターはなんか開封しがいがないというか、そんな感じがするね。はい、レイヤーディスクフレームドライバー、後で詳しく見ていきます。ではまずはレイヤーにシールを貼って詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでシールが貼り終わりましたので、詳しく見ていきたいと思います。まずはレイヤーのブラストジニウス、風の神ジンモチーフの風をイメージした外側のこの歯が、相手のね攻撃を受けるとこう上昇して敵の攻撃を回避するディフェンス系のレイヤーとなっております。はい、今回ねベイブレードの歴史、バク転から見てもなかなか類を見ないようなギミックを搭載しているレイヤーなんですけれども、外側の歯がね上下に稼働するっていうなかなか面白いギミックを搭載しているレイヤーでございます。こいつのゴッドアビリティがバトル中に上昇するスライドレイヤーで敵の攻撃を回避するサイクロンウォールと呼ばれるものですございます。すごいよねこれね、このギミックをね思いつく宝富はなかなか、てかもうなんか やばいんじゃないかなってくらい、そんな感じのギミックが搭載されております。果たしてこれが強いのかどうかは別として、非常に目を引く面白いギミックだなと思います。でね、レイヤーのデザイン、これ皆さん思ってると思いますけれども、このネプチューンレイヤー、2代目ネプチューンよりか初代ネプチューンに似ているような感じがしますね。これ結構皆さん発売というか発表当時はネプチューンの進化系だと思っていた方も多いんじゃないでしょうか。てかもうまんまな気がするよね。まあでもこっちは波でこっちは風というわけで、微妙に性能が異なっております。そしてコアディスクの5、フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、5つの歯がアッパーフォースを生み出すスタミナ系のディスク。今回ねブラストジニウスディフェンスタイプなんですけれども、コアディスクはスタミナタイプというわけで、結構これも珍しいかなと思います。偏りはなさそうな感じがしますね。今回コアディスクの奇数系のディスクは偏りはないのかなと思います。ただ今回デザインが非常にかっこよくて俺好みな感じになっております。どこに5という数字が隠されているのかは今ちょっとパッと見ではわからないかなという感じですね。はい、でまあフレームのグレイブは結構使い回し、かなり使い回されてますので特に言うことはありません。色が結構好きって感じ。で新規パーツのドライバーガード、この軸先のね周りに搭載された上下に稼働するパーツが、この倒れた時にねスタジアムにこう設置することによって、このバランスを崩しにくくするというね、補助的な意味を持ったパーツがついてるディフェンス系のドライバーでございます。軸先はまあディフェンスタイプらしいボール形状となっております。もうね個人的にこのギミック自らスタミナを消耗しに行ってしまうんではないかなとちょっと不安な部分もありますけれども、まあバランスは相当こうね保ってくれるなという期待も込めております。そしてこのパーツを組み合わせで、ちょっとなんか今パクリっぽくなったけど、ブラストジニウス 5GGR が完成しました。かっこいい。そして統一感も結構ある。上下青で真ん中白というわけでね、結構差し色的な意味合いもあって、白がいい感じの役目を果たしてくれています。見た目は結構好きですね。では早速こちら実際にバトルして見ていきたいと思います。いきましょう。では早速やっていきたいと思います。今回はですね、まあ似ていると言われているネプチューンの初代と2代目、そしてゴッドレイヤーシリーズと戦わせていきたいと思います。上昇してるね。上昇してるわ、しっかりけど、がっつり食らってる。お、でも守りきった。あ、いいじゃんいいじゃん。結構しっかりギミックは果たしてるっぽいです。ノバネプチューンはスタミナモードでいきたいと思います。
そんなに硬くないのかな。ではゴッドシリーズとやっていきたいと思います。さあ守りきれるか。うわーバースト、バーストは結構しやすいのかもしれない。単体持久だとトルネードワイバーンが圧倒的に強いんだけど、今ガードが機能してるね。あーでもアトミックが優秀すぎんのか。うん、じゃあアルタクロノスはレイヤーはスタミナモードで、トランスはアタックモードでやっていきます。さあどうなる。うん、耐え切った。よし、さあ、おお、なんで今の。あ、そういうこともあんのか。 OK、 もう一回やろう。おお、バースト、レジェンドスプリガンが強え。はい、というわけで今回はこちらブラストジニウス 5GGR を紹介していったんですけれども、まあ使ってみた印象ではそこまで強くはないかなっていう印象でしたね。今後どうなっていくか分かりませんけど、結構ディフェンスタイプにしてはバーストが起こりやすかったかなと思います。このゴッドアビリティのサイクロンウォールを使いたかったがためのペイみたいな、そういう感じ。うん、でガードなんですけど、まあ、予想していた通りバランスは崩しにくいんですけど、スタミナは消耗するっていう感じでしたね。もう少しこのボールが大きかったら変わったのかなと思います。それでね、レジェンドスプリガン戦で分かったと思うんですけれども、当たられて若干暴走しがち、ここが斜面に触れてアタックタイプ並みに暴れることがありまして、でうまく溝にはまっちゃうとね、自分からオーバーしに行っちゃうっていう謎の自滅性能もありましたので、面白かったですけど実践的ではないなといった感じでございました。まあディスクの5に関してはね、今のところよくわからないですね。ディスクはやっぱね、第一印象では何とも言えないっていう感じ。とりあえずロックはそこまでゆるゆるではないのに、バーストはなぜかしやすかったですね。まあ刃の形状もあって引っかかりやすいっていうのもあるんですかね。まあ上に上がったところで当たることは当たるので、そこまでって感じ。まあベイブレードよくあるあるのギミック面白いけど、そこまでめっちゃ強いってわけではないっていうタイプのベイだと思いました。まあ、今後ね使っていっていいところもあると思いますので、まあ動画で随時言っていきたいと思います。というわけで今回はベイブレードバースト B89 ブースターブラストジニウス 5GGR の紹介でございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。